文化放送おはようテラちゃん。9月7日火曜日5時になりました。おはようございます、寺島直政です。久しぶりにこの時間ですね、空が、昨日一昨日ぐらいこの時間に外見ると、一昨日私部屋で見たんですけどね、黒っぽくて、ちょっと明るくなってきても藍色っていう風な表現を昨日はさせていただきましたが、今朝は、それよりも青いです。そして地上の方を見ると、白っぽいあんず色というそんな感じですね。久々にこの時間で何か赤いものを見たなという気がいたします。今日の関東地方、薄雲が広がる程度でおおむね晴れるでしょう。今朝も星が綺麗でしたね。天気の崩れ今日はなさそうです。沿岸部の強い風次第に収まるでしょう。浜松町は今北風が 2.1 メートル、気温は 18.5 度ですね。最高気温25度前後のところが多く、昨日より3度から5度くらい高くなりそうです。東京都心で25度以上になれば1週間ぶりの夏日ですね。昼間汗ばむくらいですが、朝晩はひんやりと感じられそうです。そうそう、ひんやりといえばですね、今朝外に出た瞬間にもう夏の暑さがすっかり姿消してまして、ひんやり秋の冷たさ、これを肌で感じましたね。今日は二十四節気の白露、白い梅雨と書きます。諸書から数えてちょうど15日目くらいですね、秋分までの期間のことを言います。今日からですね、中秋、レナの中秋の名月の中秋ですね、人弁に中って書く、そして秋ですね、今日は白露です。じゃあなんでこれ白露っていうかっていうと、この草の葉っぱなんかに白い梅雨が結ぶという意味ですね。簡単に言うと、この夜の間に大気冷え込んでですね、草花にこの朝露が宿る、そういったところから名付けられたと。だってもうススキの方も顔を出してますしね、太陽が離れていくため空が高くなっていくわけですね。本格的な秋の到来を感じられる頃と、いうことです。日中はまだ暑さ、今日のように夏日になるかなんて言われて暑さは残るんですけれども、朝晩の涼しさ、こんな中にですね、ちょっと肌寒いんじゃないのっていうような、そういうこの感覚も覚え始めるのが、今日以降の白露なんですね。はい、ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか。さて、この今私が言った夏のこの暑さがですね、今朝は消えていたなんて言ってますけども、ここの国はどうかな。アラブ首長国連邦 UAE ドバイ在住で商社お勤めのモナさんです。モナさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今お伝えした通りですね、日本は白露という二十四節気、ちょっとこう秋になってきたぞっていうような季節なんですが、ドバイはいかがですか。そうですね、先月出演させていただいた時よりはだいぶ秋めいてまいりまして、おー、そうですか。はい、最高気温が40度にいかない日が増えてまいりました。40度にいかない日が増えると秋めいてきたってことになるわけですね。いや、はい、そうなんです。違いますね、やっぱりね。ってことはだから今38度くらいで秋めいてきたかしらみたいにこう感覚としては覚えるわけですね。はい、そうなんです。でもこの2度ってのはやっぱり大きいわけでしょ。そうですね、はい、今ですね、日中今日も東京は夏日25度くらいにはなりそうなんですが、ドバイの場合は朝晩は冷えるんでしたっけ。そうですね、朝晩は本当に30度台前半ですとか。それでも冷えるなんて言ってる場合じゃないですね。失礼しました。それ40度から比べればちょっと冷えてる感じがしますけどね。でもそれじゃもう熱帯夜ですよね。そうですね、でも以前お話聞かせていただいた時にも、じゃあこれで湿度も 70% ぐらいあると記憶してるんですけども、これで熱中症良くならないな、はい、ドバイの方たちはっていうけど、原則この昼間は外はあんまり出歩かないんでしたよね。そうですね、はい、なるべくもうドアトゥードアで車で移動するですとか、駅も
あのショッピングモールなどに直結していたりですとか、はい、本当に外気に当たらないように生活しているという感じですね。まあ、そういうふうにちゃんとできてるってところもありますもんね。はい、そうですね。さてそんなドバイですけれども、いよいよもう1ヶ月切りました。10月1日に開幕されます2020年ドバイ国際博覧会、ドバイ万博のですね、開幕が近づいてきてますが、オナさん、ドバイ万博への期待感というのはどうでしょう。街中にやっぱり雰囲気漂ってますか。はい、もういよいよという感じですね。はい、カウントダウンです。カウントダウン。あ、そうですか。まあ、日本ではあの東京オリンピック、そしてつい先日東京パラリンピックが済んだばかりでね、はい、思ったほどこの感染広がらなくてよかったっていう、特にこのパラリンピックに参加するアスリートの方々っていうのは持病をお持ちだったりとか免疫力がっていうような方もいらしたんでね、はい、まあ、もちろん一人も出なかったってわけではないんですけれども、うん、でも、まあ思ったよりもっていうか、あまりこの増えなくてよかったなって感覚ですけど、そんなところまた後ほどお伺いしますが、やはりドバイ万博でもこのコロナというものの対策っていうのはある程度力入れてるわけですよね。そうですね、はい、万博を開催するにあたって、はい、準備そのコロナ対策の準備万端でありたいわけですから、まずはワクチン接種をすごく頑張っておりまして、はいはい、今ワクチン接種率が世界一というところまで来ました。今接種率どのくらいですか。ですね、人口100人あたり 184.43 回ということで、はい、もうあとちょっとですね、はい、2回になるのがね。そうですね、なんて言ったって UAE 自体、これは7つの首長国が集まって UAE アラブ首長国連邦というのを形成してます。その中のドバイ首長国っていう、まあ、こういう今モナさんがいらっしゃるところはこういう存在なんですが、 UAE の、はい、人口全体見ても1000万人ぐらいですもんね。そうですね、はい、はい、まあ、そういう状況の中ドバイ万博が、いよいよ1ヶ月を切ったと。でこのドバイ万博なんですけども、2022年来年の3月31日まで開催されます。で12月11日、ジャパンデー、これね、なんとかデーっていうのが結構万博にありまして、そのジャパンデーが12月11日、現地のオーケストラと 人型ロボットアンドロイドによる新作オペラの上演、これも計画されているということなんですが、これモナさんご存知でした。ジャパンデーがあること自体は もちろん存じ上げているんですけれども、アンドロイドとオペラですか、はい、これは初めてお聞きしました。そうですか、何でもこういうことが行われるっていうことなんですよ、うんうんうん、日本といえばやっぱりロボット技術が進んでるっていうイメージ結構あるんですよね、こちらの方の間で、はい、ですから、まあ、そういう期待というかイメージというか、はい、それにぴったりなのかもしれないなと感じました、ね、そうなんですね、はい、また後ほどモナさんお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今朝おはようてらちゃん5時台は UAE アラブ首長国連邦ドバイ首長国在住で商社の お勤めのですねモナさんにいろいろと話を聞いていきます。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメールの中から抽選でお二人に JA 全農新潟から柔らかくて甘く酸味の少ない味わいが特徴の新潟県産の日本梨秋月プレゼントします。当選者は7時35分ごろ発表です。時刻5時9分です。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。時刻5時16分に今なりました。朝刊トップ5、9月7日火曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介するコーナーです。この5時台はですね、アラブ首長国連邦ドバイ在住のモナさんとつないでいます。モナさん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは朝刊トップ5改めてスタート。読売新聞、石破氏出馬見送り検討、
自民党総裁選をめぐり石破元幹事長は出馬を見送り、河野行政改革担当大臣を支持する方向で検討に入りました。ただ河野氏の対応によっては自ら出馬する可能性も残しているとしています。朝日新聞、緊急事態都市部延長へ。政府は新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言について首都圏の東京、埼玉、千葉、神奈川4都県などの都市部を中心に12日の期限延長する方向で検討に入りました。産経新聞、4000人出国ラッシュ。東京パラリンピック閉幕から一夜明けた昨日、羽田空港、成田空港は選手の帰国ラッシュとなり、ボランティアが見送りました。大会組織委員会によると出国はこの日がピークでおよそ4000人でした。日本経済新聞、ホンダ GM EV 共通化。ホンダが北米で売る電気自動車でアメリカゼネラルモーターズと共通化に動きます。商品戦略や生産構造のこの転換に向け、車大手が世界規模での再編に動き出しています。スポーツ日本、日本シリーズ史上初タイブレーク。プロ野球日本シリーズで史上初の延長タイブレークが検討されていることが分かりました。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各自治体が試合の時短要請を続けているためタイブレーク案が浮上したということです。はい、朝刊トップ5でした。さて、UAE アラブ首長国連邦ドバイ首長国にいらっしゃいますモナさん。はい、はい、今ニュースお伝えしたんですけれども、これ菅総理がですね、次の総裁選、自民党の総裁選に出ない、というニュースは、はい、これドバイでも流れました。あ、そうですね、一言だけみたいな、ヘッドラインだけ読まれるみたいな形では流れているのを聞きました。あ、そうですか。そのくらいの扱いだということそうですね、ですね、はい、あんまり関心ないって感じですかね。そうですね、あんまり深く掘り下げてはくれてないようですかね。そうですか。関心といえばですね、パラリンピックっていうのはいかがでした？はい、パラリンピックがですね、実は UAE がメダル3つ取りまして、はい、はい、オリンピックの方では取れなかったものですから、パラリンピックの方で巻き返したといいますか、はい、良い結果が出てすごく良かったなと思っているところです。それはニュースでは結構大きく扱われたんですか？そうですね、はい、みんなで称えました。そうなんですね。ちなみに閉会式っていうのはドバイでは、はい、ニュースではどんな扱いでした？パラリンピックの閉会式。全く記憶がないですね。そういうもんなんでしょうね、やっぱりね。まあ、これね、はい、ドバイ万博だったらもう、ね、ビニーリサイニーリ流すでしょうけど、まあ、でもそういうもんですよね。きっとね、そうなんじゃないかなと思います。はいはい、あとはですね、モナさん、引っ越しを近々されるそうですね。そうですね、はい、個人的なあれで申し訳ないですが、モナさんの中では大ニュースだと思うんです。はい、これは引っ越すきっかけっていうのは、まあ、簡単にはどういうきっかけがあったんでしょう？まずその契約の更新のタイミングが来たという段階になった時にですね、コロナの影響で家賃相場が結構下がっているものですから、はい、はい、これを機に今と同じレベルの物件で少し安いところに行こうか、はい、もしくは今と同じ予算で少しいい物件に移ってしまうか、そんなことを考え始めてしまいまして、はい、それで引っ越しを決めました。そうです。なるほど、2択だったんですね。です、今と部屋の広さだとかが同じのを取るか、それとも、はい、だから今価格が下がってますから、同じ風な感じだったら値段は下がるけれども、いやいや、はい、今の家賃と同じっていうことは部屋の広さとかレベルアップするわけですもんね。はい、そうなんです。でどちらを選ばれたんですか？後者にしました。後者ですか。ってことは家賃は同じくらいにして、少しこのグレードアップしたってことですね。
はい、あ、そうなんです。少し広いお部屋に移ることに決めました。そうですか。これドバイの不動産価格というか家賃含めてやはりこれ日本と比べて高い、まあ、日本といってもね、全国ありますけど、例えば東京と比べるとどうでしょうね、家賃というのは。そうですね、東京に比べるとちょっと高いという回答になると思います。はい、はい、そうですね。あ、そうなんですね。ただドバイの家賃って本当に毎年変わるんですよ、はい、今年の景気を反映して、はい、なもんですから、コロナが本当にピークだった頃、はい、その時はもう東京とほぼほぼ同じくらいまで下がっていたような印象はありますね、はい、やっぱりドバイの方が高めってことなんですね。そうですね、そうなんですね、あと前回ですね、モナさんにはドバイでガソリン価格が1リットル70円台とかなり安いということをお話しいただいたんですが、はい、あれから1ヶ月経ちました。日本では依然高値続いてますが、モナさん、ガソリン価格ドバイいかがですか？これに関しては先月と今月同じ値段でしたね。あ、同じですか。はい、こちらではリッター 2.4 ディルハムですから、日本円にしてリッター約73円、はい、74円くらいなんですけれども、先月今月変わらずこの値段のようです。あ、そうなんですね。でそんな中ですね、これちょっと気になるニュースも入ってきてまして、モナさん今免停中っていうことなんですが聞いちゃまずかったですか、これ。これ本当なんですか、何があったんですか、差し支えなければ。やらかしてしまったんですよ。何をやらかしたんですか。私が悪いんですけど、見苦しい言い訳をしますとですね、ドバイマリーナという地区に路面電車が走ってるんですね、はいはい、トラムと呼んでるんですけれども、はい、そのトラムのすぐ後ろを横切ってしまったんですよ、私が、はい、でこれは路面電車のすぐ後ろを横切ることは、はい、日本では大丈夫なことなんですけど、ドバイでは一発免停ということで、いやこれはちょっと、そこに今取り締まりの警察がいたってことなんですね。あ、これは自動で判別されるんですよ、オービスみたいなもので、はい、はい、でそこを走ってしまったすぐ後に、ドバイ警察のアプリが、スマートフォンアプリがあるんですけど、そこにピコンと通知が来まして、はい、私の車の写真とともに、あなたはどこどこでこういうことをしましたので、ダメですよという通知が来てしまいまして、でその後出頭するんですか、やはり。はい、軽微な例えばスピード違反とかでしたらもう罰金払って終わりなんですけど、今回の私の場合はですね、警察署まで免許証を持っていきまして、手でお渡ししまして、1ヶ月間あなたの免許証を預かりますよとお叱りを受けてまいりました。その路面電車の後ろを横切っていけはいけないっていうのは、何かその路面電車から降りた人と危ないからとか、そういう理由なんですかね、どうなんでしょうね。路面電車の駅乗り降りする場所から遠いところでも同じなので、同じですか。そうか、じゃあ降りる人はいませんもんね、はい、ですね、ねえ、いやー、やってしまいました。いやいや、今私は謎で何がいけないんだろうとか、だって日本では別に悪いわけじゃないわけでしょ、はい、都電なんか走ってますしね、はい、なのにドバイではダメというその理由がちょっと知りたいですね。うん、そうですよね、はあ、そうですか。いや、なんと言っていいか、これは、今後とも安全運転にはお互いに心がけていきましょう。はい、はい、モナさん、また後ほどお話聞かせてください。はい、はい、よろしくお願いします。時刻5時25分です。時刻5時33分です。
おはようテラちゃん、今朝の5時台は UAE アラブ首長国連邦、そしてドバイ、そしてというかアラブ首長国連邦のドバイ首長国に今いらっしゃいますモナさんと結んでですね、いろいろとお話を伺っています。モナさん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、先ほどモナさんのですね、本当は触れてほしくなかったかもしれないこの免停というものに関してですねお話しいただいたらものすごい反応があります。それはない、まあ、ないだろうというかですね、日本ではそれは平気だもんなという、逆に言うと、まあ、あのモナさんにとっては非常に悲報なわけですけれども、悲しいこのお知らせなわけですけれどもやはり改めて海外と交通ルールも違うから、これね、海外行って、はい、その運転をする方は気をつけなきゃいけないよというこの警鐘を鳴らしたという非常にこの重要な役割を果たしてくださったと思います。よかったですと言いますか、なんと言いますか、そうですね、本当だったらね何事もなかったのが一番良かったんですけども、いやもう痛いだとかですね、いろんなこの反応をいただいてます。はい、ですのでもうまあ、それこそ、かわいそすぎるとかね、そういうこのものもありますし、いろいろとこの反応いただいてますんで、モナさん、一つこのラジオを聞きの方をこう助けたと思う気持ちでですね、はい、いてください。もう、はい、でもだから気をつけなきゃいけないんですね、やっぱりね。そうですね、思いもよらないところで日本と違うルール、はい、その国独自のルールがあるものなんだなと、いい勉強になりました。そうですね、あとはまあこれはドバイであるかどうか分かりませんが、例えば食べ方だとかね、お皿は持っちゃいけないとか、器持つとなんかとか思われるだとか、あとは逆になんか音を立てて食べなきゃいけないだとか、はい、なんかいろいろありますもんね、うんうん、あと左手は使ってはいけないだとか、ね、まあ、これはインドとかね、そちらの方でしょうけど、そういった意味ではそのドバイでは何か日本人が当たり前にやってることでこれはやらない方がいいですよなんていうのは今思い浮かぶものはありますか？そうですね、男性が、はい、ローカルの女性に、はい、話しかけることとかですね。はそれはいけないんですね、はい、道を聞くのもダメですね。なるべくするべきではないことですね、もし例えばカップルとかご夫婦とかでいらっしゃったら、はい、男性は男性に、女性は女性に話しかける方がお行儀がいい行為になります。そうなんですね、なるほど、異性に対して話してはいけない、はい、原則ね、ルールといいますか、マナーな、ね、マナー、なるほど、習慣というかそういったものなんですね、そうですか、はい、いろいろ思い出しますがね、子どもの頭を撫でていけないなんていう国もありますもんね、はい、はい、そうですね、そういうやっぱり風習というかマナーみたいなものがどこにでもあるってことですね。そうですね、ですから、まあ、これからドバイ万博に行こうなんて方もいるかもしれないんですけども、そのあたりは少しこう頭に入れていった方がいいですね。はい、おっしゃる通りだと思います、はい、さあそれではですね、改めて今朝はアラブ首長国連邦、ドバイ在住で商社勤務のモナさんにいろいろと話を聞きます。この時間伺うテーマこちらにしましょう。ドバイ万博開幕まで1ヶ月、コロナ感染状況とアフガニスタン情勢の影響、この先ほどもドバイの国際博覧会について、万博については少し伺いましたが、ドバイ万博開幕まで1ヶ月を切りました。アラブ首長国連邦の副大統領兼首相でありますドバイ首長国のマクトゥーム首長は今月1日、我々は新型コロナウイルスのパンデミック後の世界最大のイベントを開催する準備が整った、 UAE はドバイ万博へ参加する191カ国から人々を迎え入れるのを楽しみにしているとツイッターに投稿しました。まあ、東京でもオリンピック・パラリンピック開催にあたってはですね、新型コロナウイルスの感染拡大かなり心配されて、バブル方式って言ってこうある程度この行動範囲をですね、包むような形で制限をするなんていうこういう方式を取ったわけなんですが、アラブ首長国連邦ドバイのこの感染状況、改めて今はどうなってますか？はい、そうですね、今の最新の1日あたりの感染者数は、はい、971人1日あたりですね、はい、
という数字になっておりまして、ピーク時に比べればだいぶ下がってきております。はい、減少傾向ですね。はいはい、それからワクチン接種回数が今 UAE は世界一なんです。世界一。はい、はい、その回数は、まあ、人口100人あたり184回という数字になっていまして、はい、で1回目のワクチンが完了した方が国民の 87.5%、はい、で2回目の接種まで完了した国民の割合は 76.45%、はい、そうなんですね。はい、ちなみに日本と比較すると日本は1回接種がこれ9月6日昨日の時点ですが 59.3%、 2回接種が 47.9% ですから、今そのドバイの数字をおっしゃった、2回接種は 76.45 ですか。はい、はい、高いですねやっぱりね。そうですね、はいはい、やっぱり万博を開催するという目標に、はい、目標があったものですから、それに向かってですね、まあ、安心な万博開催ができるように、ワクチンの接種はすごく急いできたと思います。はい、その今2回接種完了の国民の割合 76.45% とおっしゃいましたけど、そのくらい高いと例えばワクチンパスポートのようなものっていうのは発行されてるんですか。そうですね、ワクチンパスポートという名前ではないんですけれども、はい、接種証明がデジタルで発行されておりまして、でそれがですねスマホのアプリで表示されるものなんですよ。はいはい、でそのアプリ上でワクチンの予約もしますし、はい、2回目の予約もそのアプリ上で行いますし、はい、それから接種をしましたよという記録ですとか、はい、その記録が載った QR コードですとか、そういったものもすべてそのアプリ上にあって出るようになっているんですね。で必要とあればもちろんそのアプリ上の書面を印刷して紙で持つこともできるんですけれども、はい、基本的にはもうそのアプリ上ですべて証明ができるという形で、はい、必要に応じて私たちは使っているという感じですね。そうですか。この接種証明が あるとこのレストランに入れるだとか、何かこの、まあ、利点というか、はい、そういったものもあるんですか。そうですね、実はその点に関しては同じ UAE 国内でもドバイとアブダビでルールが違っておりまして、はい、はい、まあ、実は私ドバイで生活していると、その接種証明を使う機会が全然ないんですけれども、はい、ただお隣のアブダビの方ではですね、はい、ワクチンを接種している人ではないと、はい、ショッピングモールや飲食店に入れないというルールがありまして、はい、ですからアブダビにお住まいの方はもう毎日そのアプリを開いて、お買い物に行ったりお食事に行ったり、毎回毎回使ってらっしゃるみたいですね。視聴国によって違うんですねシステムがね。はい、そうですか。はい、簡単に言うとドバイというともう観光だとか経済中心ですけども、でアブダビというともう石油が取れるところですよね。はい、そうですね、はいはい、ま、ドバイほど観光業にはそれほどは頼っておりませんし、ま、石油の資源がありますし、はい、それから首都の街でもありますので、はい、政治機能も大きくてですね、はい、そういった町の性質の違いっていうのがこういったルールの違いにも現れているのかななんて、そうですね、予想しています。でも今、はい、モナさんの話聞いてるとスマートフォンのアプリが非常に充実していて、先ほどのこの交通違反もアプリとおっしゃってましたよね。はい、はい、そうです。そうなんですよね、全部アプリにちょっと開くとなんかね、なんか来てますよなんてので、そのアプリケーションを開くとありゃーみたいなこともあるし、はい、あ2回接種だとかね、便利といえば便利ですね。はい、はい、そうですね、はい、そのデジタル化っていうところでは、はい、UAE はすごく日本より進んでいるように感じますね。そうですか、はい、先ほど引っ越しのお話をしていただきましたけれども、引っ越しでもやはり便利な部分っていうのはこのデジタル化であります。はい、そうなんですよ、例えば電気、水道ですとか、はい、その辺の手続きもすべてアプリでできるんです。はあ、そうですか。あれ、日本のイメージですとなんか書面にこう書いてね、
ってやるような、あと引き落としの銀行だとか届け出印とかなんかそんなのがある意味ちょっとごめんなさい最近やってないもんですから変わったのかもしれませんけど、でも私がやった時には確かにそうでしたからね。そうですよね。あの私も、まあ、日本にいたのはだいぶ前のことですから今もしかしたら変わってるかもしれないですけど、こんな、ね、あのスマホ上で全て手続きができるなんて、はい、あの本当に違うなと思いまして。そうなん、デジタル化進んでるんですね。はい、そうですね、はい、さて一方ですね、日本では6月にアラブ首長国連邦 UAE から成田空港に到着した40代の女性から新型コロナウイルスの変異株ミュー株が初めて確認されました。コロンビアで初めて確認されていたミュー株、 WHO 世界保健機関が注目すべき変異株に指定しています。 WHO によるとミュー株にはワクチンや治療法の有効性を部分的に薄める可能性があるということなんですが、これモナさん、 UAE ドバイでミュー株の感染というのは今ニュース等々広がっているというやはり状況でしょうか。これに関してなんですけれども、あの、ま、具体的にどの株が何パーセント拡大しているみたいな数字っていうのは、はい、公式には発表されていないんですね。ただあの現場の肌感はどうなのかなと思って、あのちょっと医療関係 の、 あのお仕事をされてらっしゃる方に聞いてみたところ、はい、あのミューは数としては少ないはずです。はい、はい、で今 UAE で多数派なのは、まあ、従来型 の、 あのいわゆるイギリス株と呼ばれていた株ですね、はい、があの一番主流だという話でした。はい、あ、そうなんですね。はい、はい、あとあの、まあ、地理的に UAE はインドに近いものですから、はい、あのデルタ株が結構入ってきてるんじゃないのなんていうことを聞いてみたんですけれども、あの そこまでデルタ株は増えてないらしいんですよ。というのは、あの、まあ、あくまで予想なんですけれども、あのデルタ株が発見された時にすぐ空路をあの止めたんですよ。はい、はい、あのインド、パキスタン、バングラディッシュからのフライトも全面停止していた、はい、すぐに全面停止したものですから、それがあの効いたといいますか、結果として出ているのかななんて、まあ、そんな予想を話していました。まあ、今のお話聞いてもやっぱり水際対策ってのは大事ですね。はい、そうなんだと思います。さてそんな中ですね、ドバイ万博始まろうとしています、UAE アラブ首長国連邦2500万人の来場目標を掲げてます。これ外国人観光客の受け入れ、具体的にはこれどうなるんでしょう。はい、そうですね、あの UAE 政府はですね、はい、新型コロナウイルスのワクチン接種が完了していること、はい、それから PCR テストの陰性証明を提出すること、はい、この2つを条件に、あの全ての外国人観光客を受け入れますよという発表をいたしました。はい、はい、これはそうすると今副賞になりますけれども、2回あのワクチンを接種しているのと同時にあと陰性証明ということですね。陰性証明、はい、はい、おっしゃる通りです。はい、このダブルで、ということなんですね。はい、で、そうするとその2つが整っていればもう世界どの方でも受け入れますよと。はい、ということになりました。ということになったの、そうですね、ちょっと先ほどの話題で、あのデルタ株が出た時に、はい、あのいくつかの国の空路を停止したという話がありましたけれども、はい、そういうのもあの終わりにしまして、ね、なるほど、はいはい、もう全部受け入れますと、はい、ということです。そういうことなんですね。はい、まあ、この万博っていうのは成功裏に終わることをですね、まあ、我々も祈ってるわけなんですけれども、中には今ラジオ機の方の中でもね、いや今行くつもりでいるんだっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、はい、そうですね、あのまあ、やっぱり、あのコロナがなかった場合に比べれば、はい、観光客が減ってしまうんじゃないか、来場客さんが減ってしまうんじゃないかっていう心配もあるわけですよ、主催者側としては、はい、でどうやって世界中からたくさんのお客さんを呼ぼうかと今四苦八苦しておりまして、はい、いろんなキャンペーンを打ち出しておりますので、はい、あの来ようかなと検討してらっしゃる方にはちょっとお得な情報がいろいろありますので、例えばその一つ具体的にこのキャンペーンというと割安な感覚のキャンペーンですか。
万博開催期間中に、エミレーツ航空でドバイにいらっしゃる方には、万博1日入場券がタダでついてきます。あ、そうですか、はい、万博1日入場券というのはやっぱりお高いんですか。値段がですね、出てきますよ。すみませんね。そうですか、ありがとうございます。今、調べていただいている状況ですね。はい、それから、面白いのが、またエミレーツ航空絡みなんですけど、エミレーツ航空でドバイにいらっしゃった方はドバイ滞在1分ごとに1マイルもらえるんですよ、1分ごとですか。なんかすごい感じしますね。1分っていうのはね、60分いたら60ポイントかみたいになりますもんね。そうです、そうです、はい、あ、そうですか。いや、ずいぶんこうなんかこう思い切ったことをされてますね、それは。ということは2日いたらもう計算できないくらいのこうポイントがもう、だって1分ですもんね。そうです、そうです、1分で1ポイント、はい、これはなんかちょっと、はい、こんなマイルのため方聞いたことないですよね。そうですよね、タイムイズマネーみたいな、まさにね、タイムイズポイントになってますしね。はい、まあ、あと世界がですね、行方を注視しているこのアフガニスタン情勢についても少しモナさんお伺いしてもよろしいですか。これ、ドバイではアフガニスタン情勢というのはどういうふうに報じられてますか。そうですね、まあ、このガニ大統領がいらっしゃった政権と現在のタリバン政権ですね、どちらかを強く支持するようなものではなくてですね、こちらの報道としては事実を伝えていくもの、それから人道的な観点で、治安が安定しますように、人々の暮らしの安全が保たれますようにといったような、そういったスタンスでのみ語られているような印象を受けます。冷静ですね。でもその、ガニ以前の大統領が今はアラブ首長国連邦に避難してるんですよね。そうなんですよ ね、大金を持って、なんか詰め込んで車になんかバンバン札束詰め込んでみたいな、まあ、それが定かではないんですけども、なんかそんなこと言われてますしね、言われてますね、はい、それについてはその今アラブ首長国連邦にガニ以前の大統領がいるっていうのは多少はニュースにはなったんですか。はい、そうですね、退避して来られた時にはニュースになりました。そうですね、人道的な観点から、お守りするということで、そうですか。となるとこの、このアラブ首長国連邦 UAE とこのアフガニスタンの関係というのは非常に気になるところですけれども、イギリスの雑誌エコノミストはですね、このガニ氏以前の大統領がアラブ首長国連邦にいたというのは驚くべきことではないと分析しています。というのも、アラブ首長国連邦はこれまでも大きな問題や犯罪を引き起こした大物政治家、批判を受けた王族が逃げ込んできた国だからだそうでして、2007年パキパキスタンの憲法を破棄停止して反逆罪で有罪判決を受けたパキスタンのムシャラフ元大統領、首相時代の汚職で有罪判決を受けたタイのタクシン元首相などもアラブ首長国連邦にいるということですね。これは事実ですか。はい、そうなんですよね、自国に居づらくなってしまった人ですとか、自国で何かやらかしてしまった人ですとか、結構UAE に来るんですよ。今お名前が挙がった以外にでもですね、例えばスペインの前国王のカルロス一世も、不正疑惑で UAE に亡命したりですとか、それからもう時代を遡りますと、ブット元首相、パキスタンの、なんかもいらっしゃったりして、いや毎回なんか誰かいらっしゃるんですよね。来るんですね。でも逆に言うとそのあたりはもう受け入れますよというこう、国民というかのイメージもあるし、世界のイメージもついてるんでしょうね。そうなんでしょうね、決してそれは脇が甘いとかそういう意味ではなくてですもんね。その困った人を受け入れるという、そういうイメージですよね。
そうですね、まあ、困った人でかつお金を持っている人、はい、あそうか、懐が豊かな方、ただ単に困ってるだけじゃダメなんだお金をやっぱりある程度持ってる人が、うん、まあ、優位に、はい、まあ、逃げてくると、まあ、いうことのようですね、はい、はい、あとそれなものですから、はい、あ、実はあの今回ガニ大統領、はい、前大統領が優位にいらっしゃったじゃないですか、アフガニスタンの、はい、それと、はい、入れ替わるような形といいますか、はい、そのタリバンの幹部もいたんですよ、はい、UAE に。そうだったんですね、 UAE にいたんですね、はい、あの、まあ、幹部な複数名いらっしゃいますけど、はい、その中の一人が UAE にいらっしゃって、はい、そしてあのタリバンがあのガニ大統領の政権を倒したところで、はい、彼はアフガニスタンに戻り、ガニ大統領はこちらに逃げていらっしゃりと戻っていったっていうかね、そういうことなんですね、はい、あ、それですか。何でもいるなと。何でも、何でもいるなと、そうですか。あとそのアフガニスタン情勢の混乱、これが10月1日からスタートするドバイ万博、これ影響どうですか、与えそうですか、別に関係なさそうですか。そうですね、あ、あの影響は全然与えないと思います。はい、あ、そうですか。ということは、はい、まあまあまあ、粛々とというか、まあ、盛大にドバイ万博がスタートしていくよということですね。はい、はい、モナさん、先ほどのですねドバイ万博の1日の入場料、料金というのはありました？はい、ありました、ありました。いくらですか？はい、1日チケットが95ディルハムですので、はい、日本円にすると約2800円です。あ、そうですか。あ、意外にお安いじゃないですか、はい、それがだから1日分つくというのがね、先ほどのその航空会社、はい、エミレーツでしたっけ、はい、ね、に乗ると1日分ついてきますよっていうことなんですね。はい、そうなんです。だったら1分1ポイントの方がなんか興味ありますねこちらの方がなんかものすごくたまりそうな、日帰りで帰る人っていうのもそうそういないでしょうからね、1日2日滞在していくわけですから、はい、ね、あ、そういうサービスもあるんです、まあ、いずれにしてもその2500万人目標としているというですね、このドバイの万博、まあ、どのくらいこの世界から集まるかというのは分かりません。あともう一つはやっぱり注目はどうしてもその新型コロナウイルスがどのくらいで抑えられるのかっていうのも世界は注目してるでしょうね。はい、そうですね、はい、モナさん、また後日ですね、いろいろとお話を聞かせてください。はい、はい、今朝はアラブ首長国連邦ドバイ在住商社の商社にお勤めのモナさんにいろいろ話を聞きました。モナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。